林家木久扇師匠です。師匠どうぞお進みください。林家木久扇師匠は落語家として長年ご活躍され、皆様ご存知の長寿番組笑点ではお茶の間に笑いを届け続けてくださっております。おめでとうございます。それでは池野会長からトロフィーが授与されます。どうぞお受け取りください。おめでとうございます。それではよろしければ木久扇師匠喜びのメッセージを頂戴してよろしいでしょうか。素晴らしい賞をいただいて本当にありがとうございます。この中で私が一番高齢でございまして、今年の10月の19日で85歳になります。最長老でございまして、笑点という大喜利を53年やっておりまして半世紀以上でございます。賞をもらったことがないんで初めてでございまして、これダイヤモンドじゃないんです。なんか重い石なんですけどすみません。後ほどお土産もたくさんいただけるそうです。今日の私の受賞とかけまして、東京駅の新幹線のホーム届く、その心は望みがあって光も出ます。以上。素晴らしい、さすがでございます。林家木久扇師匠どうもありがとうございました。先日ですね、円楽師匠が復帰されて、その講座で持ち前の毒舌っぷりとかを披露されたみたいなんですけれども、はい、その円楽師匠復帰されてお気持ちなどいかがでしょうか。復帰って言っても車椅子なんで、はい、まあ、私今大喜利椅子に座ってやってるんですけど、また隣に車椅子が来ちゃうと病人の大喜利みたいになっちゃうんで、あと1年2年まあ、自分で歩いて高座に行けるようになるにはちょっとかかると思っております。はい、すみません、ありがとうございます。